それはいつ生まれたのか誰も知らない暗い音のない世界で、一つの細胞が分かれていき、三つの生き物が生まれた。彼らはもちろん人間ではない、また動物でもない。だがその醜い体の中には正義の血が隠されているのだ。その生き物、それは人間になれなかった妖怪人間である。ありがとうございました。